まずね、もう何回も言ってたけど、リーダー権がさ、発表されてから、もらいましたツイートして一瞬でさ、レイド君からディスコ来て、お誘いチャットが。もう飛び跳ねたよ、星川は。なんか、2回前の V 祭で1回誘ってくれてたんだけど、星川1回断っちゃってたから、でもずっと、遊んでみたいなの気持ちあったから、今回もそのもう2ヶ月くらい前からずっと誰と組もうかなっていうの考えてて、その時に頭の中にレイドくんがいて、なんか恋してるみたいじゃない、ちょっとなんか頭の中にレイドくんはずっといて、そう。でもこれはすごいリアルな話だけど、前回星川を誘ってくれた時って星川がプライオンの時だったの。だからなんだろう、プライオンってランク低いから誘いやすいじゃん。なんかだからかなって思ってたの、しかはプライオンの枠で探しててたまたまなんかちょっと元気なやついるからって思って誘ってくれたのかなみたいな。そうそうそう、だから今ダイヤ4になってしまった。今別にダイヤ4で上手い人なんていくらでもいるし、ここで星川が自分から誘うのはちょっと勘違い野郎すぎるかなみたいな思ってたの。そうけど、すぐ誘ってくれたから、この人ランクじゃなくて人で選んでくれてると思って秒で返信した。で、そっからもう一人誰にするってなって、残り組めるのが D4 と一人だったから、リード君がね、一覧バーって書き出してくれて、で、なんか星川がね、そのレイド…あ、間違った、レイタンが書いてくれた一覧の中から選んだ形になったんだけど、なんか一回組んだ人とやるよりかは初めて喋る人とやりたいなって思って、だから慣れてないそう、ちょっともう言っていいかだからそう、でもね、その一覧見た時にアルセイヌにね、真っ先にね目が行ったよ。星川ずっと気になってたの。あのレイド君は自分の雑談枠で星川さんのことを狙ってましたって言ってたけど、星川はあのアルセ君のことを狙ってましたアルセイヌ狙ってました完全に。そう、それでアルセに初対面だったけどチャットでアルセがいいって激アツチャット送った